はい、2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました、バイナリー世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼルトレーダーは FX 統一となっています。それで、半間岩先生の紹介するインジケーターですね、下のリンクから入手できますけれども、そのバージョンアップで、先ほど入れ替えたところです。説明追加は横にこの設定 50%、60% とピップスと出てます。と言いますのは 現在のピップスですね、で 60% じゃなかった、これは300ライン全部のですね、300ラインの、勝率と平均ピップ数ですね。で、60% は 60% 以上で、シグナルを出させると、全体の場合はですね。で、これはここ最近の10個のぐらいの10個のシグナルを分析させたパーセンテージですね。で、ここは 60% 以上でシグナルを発生させるというふうに条件に出てます。このインジケーターに条件が入るようになりました。これですね、これは全体の勝率、これは後半ですね、後半10個の、勝率ですね。これ以上最近が悪い時には投資しないようにということで 60% 以上、全体は 60% 以上、これは最近の、平均ピップスですね、ここの10個、ね、この10個の平均シグナルの利益のピップスがこれ以上である必要、負の場合は以下である必要とい う設定となります。まあ、基本はこれになりますけどね。で、ここを注意しないといけないのは、マイナスにしたときは逆にね、このピップス利益が少ないのをシグナルを取るというふうにさせました。これはね、意味的にズドーンと肩が落ちたときに大きく負けてるけども全体では勝率はいいと、2番2行目ですね、最近のね。で、マイナスであると、ここのところ一箇所だけ悪いだけで、あと全部市場に都合がいいということですね。一応暴落したら変動が激しすぎて外れているわけですね。そういう時で、あとこういうふうに、安定して出るというパーセンテージが高くてね、 60% 以上でマイナスピップスという、マイナスピップスになった時ですね、これマイナスの方にするとそれ以下の最低のピップスで取るわけですね。そうしますと、このピップスが少ないような感じですけど、ここの暴落でね、一挙に減ってるんで、ね、かえってここの方の暴落になってないところの他は非常に成績がいいんじゃないかということで、マイナスするとマイナス以下のものをシグナル出します。マイナス単位からね。0から上はプラス単位で取ります。だからこれ以上ね、ピップス、0以上のピップスになります。この設定を0以上にしますとね、これだけ注意してください。難しいのはね、1行目はとにかく全体の勝率、300ライン全部の表示のね勝率で、2行目は後半ここのシグナル10個分の勝率ということですね。で、ここに 60% と 60% の設定、これもありますね。これ 60% の後半に 60% 60% ってありますけど、これは設定値になるんですね。この設定値ですね。この設定値です。これ。で、このゼロピークスの設定値はこれのことですね。ね。後半のこのゼロゼロピークスはね、これ以上か、マイナスしたらマイナス、そのマイナスから以下ということのシグナルを送るということですね。で、この設定条件を入れられるようにしました。これによって、まあ通常はね、60%、60% で0ピップス以上でいいと思うんですけどね。ここと後半も成績が良くて、全体も成績がいいのを、いい時にシグナルが出た時をね、
捉えると出させると、シグナルを出させるというふうに今条件が入ってますね。大体ね 60%、 60% ですよね。まあこれ 60%、 63%、 61% だから 60% 以上になってるからシグナル出る状態ですね。これはね、後半もいいし全体もいいわけですね。後半が落ちてきたらね、勝率が悪かったらね、この設定値の基準になりますからね、また 80% にすることもできますし、両方 80% にすることもできるんだけど、ちょっと出ないですね、これはね、60% ぐらいしか出ませんから、これはね、最大でどんぐらいあってますか、63、63、62、60でしょ、63、64、最大で今 64% ですからね、このね、今はね、シグナルって全体ではね、ここは 70% とか出ますね。70、これ40、これいくつかな、これ 20% とひどいわけです。これも事故負け続けてるわけですね。こういう時は投資しないよと、ね、いうふうにできるわけです。これでこの設定値で、ね、そういうふうにって今下の、リンク先でね、バージョンアップしてこのバージョンにしました。 X1 にしました。ハイランド社の X1、 30秒バイナリーオプションですね。まあそういうことで、この表示の見方の説明でした。どうもありがとうございました。あと5分足で分析していますけど、通常15分ですね。こう15分でこう分析させます。これ通常ね、これも15分で、まだ5分は、ね、テストしてないんですよ。あの15分で しか稼いでないんでね、よく稼げたんですけど、まあ1回目から1回目なんで、今後はまだ分かんないんで少し注意してください、ね。これ15分だとちょっと勝率落ちますね。これは 52%、 これ60%、 60ね、まあ、そういうのでね、ですね。どうもありがとうございました。